はい、こちら鹿児島空港です。観光バスそこでね、降りましたら、横断歩道を渡って出入り口が5つあるんですけれども、この1番が一番近いんですね。で、1番入ったところが穴側で、 JAL 側は反対側です。で、このね、外側に真ん中にここか足湯がありますけれども、まずね、中入ってみたいと思います。一番入り口からね、入ってみたいと思います。こっち穴側です。入ったら一番左側、ここにフードコートがあります。旅行支援のクーポンもね、電子だったら使えます、アプリだったら。で、そこがピーチ、ソラシドエア、アナっていう順番で、右側に椅子があるので、お客様待つのにはいいですね。こっちが穴側で、お手洗いはこのね、エスカレーターの裏側にあります。これ2階上がるエスカレーターと階段で、この右側にアナフェスタ売店があって、ここはね、空港内で唯一、電子と紙クーポン両方使えるお店です。アナフェスタは1階と2階にね、2店舗あります。で、ここが到着口、到着口、出口1箇所、2箇所、1番、2番、2箇所あります。で、こっちにインフォメーション、総合案内状です。で、またね、ここに2階に上がるエスカレーターと階段があります。まあ、到着口出てきたら、まあ、両サイドにお手洗いがあるといったイメージですね。で、で、こっちが JAL 側です。ここにも売店ありますけど、ここはアプリのみ、電子クーポンのみで、穴側の椅子は赤、分かりやすい。あ、じゃあ JAL 側は赤、さっきの穴側は青だったけども。で、こっちチェックインカウンター、 JAL 側ですね。で、 JAL の奥に、ジェットスターで、富士ドリームエアラインズ、スカイマーク、めっちゃたくさん入ってますよね。ピーチ、ソラシドエア、アナ、ジャル、ジェットスター、FDA、スカイマーク。ここからもね、上上がれます。じゃあ、この橋から上がってみましょうか。これ一番ね、端っこになるんですけど、ここはカードラウンジがあります。あ、ここいいな、電源取れて。ここ結構穴場かも。で、カードラウンジ、あ、こっちか、カードラウンジ。で、向こう進むと商業エリアですね。これね、レストラン、ここもクーポン使います、電子のみですけど、山形屋っていうレストラン、ここもクーポン使います。ここにロイホがあるんですけど、ロイホは使えないんだね、今のところ。
で今ここ2階です。お土産屋さんがずらっと並んでますけども、だいたいねクーポン使えます。あのアプリのみですけど、空港内で、アプリも紙も使える、売店はアナフェストだけということです。はい、こっちね、2階の穴側に今、ここ穴側にね、来てますけども、ここに、アナフェスト、2階のアナフェストがあります。はい、こんな感じで電子も紙も使えるところはピンクの、看板がね、出てます。アプリのみのところは青、両方使えるお店はピンク、わかりやすいです。ここもね使える、ここも使えるけども青はアプリだけ。飲食店で使えるお店はねまだ少ないんですよね。ここは使えますけど、大空食堂で、ここの山形屋さん、ここも使える。ここは青だからアプリのみ。本も使えるみたいです。で、トイレで、ここの端にファミマがありますけど、ファミマは使えないということです。はい、3階にね上がってきました。展望レストラン街、4店舗ぐらいあるのかな。ここの中華料理屋さんは使えないって言ってました。クーポン使えないで、ここのキッチン薩摩は使えないって言ったね。ここのうどん屋さんは使えるんだ。ふくふく、ここはね使えます。なんか今使えなくても今申請中っていうところが結構多くて、こんな感じで4店舗かな。3階には4店舗で、この奥にちょっと分かりづらいんですけども、月読みっていうラーメン屋さんがあって、結構話題のラーメン屋さんだそうです。私も昨日食べたけども美味しかった。ちょっと高いけど。次に展望デッキ行ってみたいと思います。あ、霧島連山が見えるんだ。今ね、スカイマークとアナと JAL が止まってますけれどもね、いろんな飛行機が乗り入れしているので、飛行機好きの人はいいんじゃないでしょうかね。ここの展望デッキ、はい、最後にね足湯だけ見ていきましょうか。2番出入り口と3番出入り口の間にね足湯があります。こんな感じ。タオルがねないっていう人にはね、自販機で300円でねタオルも売ってます。